新型宇宙ステーション補給機は国際宇宙ステーションへ食料、水などの物資や機材を届ける目的で開発中の日本の無人宇宙補給機。通称は HTVX。開発元は宇宙航空研究開発機構。2022年より従来の宇宙ステーション補給機に代わって ISS への補給業務を担当する予定。また、 補給以外のミッションへの利用も想定されている。H3 ロケットに搭載されて、従来の HTV 同様に、種ヶ島宇宙センターから打ち上げられ、高度約 400km 上空の軌道上を周回する国際宇宙ステーションへ、食料や衣類、各種実験装置などの補給物資を送り届けるのがメインミッションである。ただし従来の HTV が補給完了。 ISS 離脱後数日で大気圏に突入し廃棄処分とされていたのに対し、HTV-X では ISS 離脱後も一定期間起動上に留まり、その他のミッションを行えるようになる。メカニズムの面では、従来の電気、推進モジュールがサービスモジュールとして統合され、スラスタもサービスモジュールに集約される。なお、HTV に搭載されていた。 メインエンジンは廃止され、120N の姿勢制御、スラスタ24機のみで飛行を行う形になる。従来型の HTV と比較した、HTVX の特徴は、以下の通り。従来の HTV では、弱粒、火油弱粒を合わせて、約4トンの物資を輸送できたのに対し、搭載量を5.82トンまで増加。また、カー、固溶石も、従来比で、 約60%増となる。さらにカーゴ内に搭載する実験ラック等へ給電を行うことも可能になる。構成としては、余圧部のサイズを拡大する一方で、暴露カーゴをサービスモジュールの先端部に取り付ける形に変更するなどの変更が行われる。ISS への滞在期間も従来の最大60日間から最大6ヶ月間に延長される。 前述した通り、HTV-X では ISS からの離脱後も、最長1年半の間軌道上に留まり、各種実証実験のためのプラットフォームとして利用することが想定されている。具体的には、小型衛星の放出、ISS から離れた環境での弱圧実験、自動ドッキングの技術検証などが計画されており、そのため水薬タンクの容量増、太陽電池パネルのパドル化、 大型化などが行われる。アメリカや日本などが将来的に計画しているガツ機動プラットフォームゲートウェイへの物資燃料補給機として HTVX を利用することも検討されている。ゲートウェイでは補給機について完全無人での自動ドッキング能力が要求されることになっているため当面は従来通りのロボットアームによるドッキングを利用しつつも将来的に 自動ドッキングへの移行を進めるべく、HTV-X を用いた実証実験を行う予定。なお月への補給を行う際は、現状ロケットの打ち上げ能力不足により一度に打ち上げを行うことができないため、サービスモジュールと余圧モジュールを別々に打ち上げた上で、軌道上でドッキングを行う形が検討されている。2020年時点の開発途中でのもの。ありがとうございます。